うもの？簡単に言うと、私の探し物の一つかな。もしそうだったらいいなと思って。全然わからないけど、舞ちゃんの探し物だといいわね。可能性としては結構高いかも。どのあたりにあったか教えてくれる？私に任せて。よろしく頼むわよ、アビゲイル。夜の獣に気をつけていきましょう。そうね、獣が出たら恐ろしいものね。結構時間も経ったし、寮へ戻った方がいいわね。そうね、さすがにもう戻らないとさらに叱られてしまうかも。いや、確実に叱られると思う。ロットとリリアナもとっくに寮へ着いてるだろうから。サラってとっても頼もしい子なんだけど、怒ると怖いのよね。容易に想像つくわ。私もすぐに戻るって言ったからロットに叱られそう。あれ？あらあら、ロットちゃんとリリアナちゃんよね。なぜここにいるの？あ、来た来た。よかった、アビゲイルも見つかったんだね。はい、安心しました。なんでまだこんなところにいるの？危ないから早く連れ帰ってって言ったのに。おや、不思議だね。ごめんなさい、私がお願いしたんです。舞さんが心配だから、すぐに合流できるようにゆっくり歩きましょうって。もうリリアナだけの責任じゃないよ。ロットだって舞ちゃんが心配で、そうしたかったからしたんだし。だとしても、今は夜、一歩間違えればあなたたちに危険が及んでたのよ。身をもって体験しているでしょ。まったく。ごめんなさい。でも舞ちゃんだってすぐ追いつくって。でも全然戻ってこなかったじゃん。本当に心配になっちゃって。私たち戻ろうかって話してたぐらいなんだよ。そうよ、ロットちゃんが言うように、それは舞ちゃんも同じでしょ。いや、でも実際危ないし。一人で私を探しに行って、二人をここまで心配させたのは舞ちゃんよ。あ、でも最初にリリアナちゃんを追って寮から飛び出しちゃったのは私だから、私にも言えることだわね。だからみんなお愛子、それでいいんじゃないかしらね。はい。この人が寮生長っていうのは伊達じゃないわね。
でした、舞さん。ああ、いや、私こそ悪かったわ。うんうん、お話も終わったし、みんなで仲良く寮へ戻りましょうね。朝か。マイさん、おはようございます。ごめん、起こしちゃった。昨夜はちゃんと眠れた？最初は眠れなかったですけど、舞さんが一緒に寝てくれたおかげでなんとか眠れました。眠れたのならよかったよ。少しは落ち着いた？はい、舞さんがずっと私を撫でてくださったおかげです。それでいつの間にか眠れて。えい！舞ちゃんがなでなでしてくれるの？おお、びっくりした。いきなり飛び起きないでよ、ロット。ロットさん、おはようございます。二人ともおはよう。なんか魅惑的な言葉が聞こえたから一気に目が覚めちゃったんだけど、何の話？リリアナが落ち着いて眠れたって話よ。あ、そっか、寝る前もなかなか落ち着かなかったもんね。ロットもマイちゃんに甘えたいけど、今日のところはリリアナに譲るよ。いつもはロットのマイちゃんだけどね。別に私はロットのものじゃないけどね。すみません、お二人には本当に迷惑をかけてしまって。昨夜も暴れた後で母も落ち着いたと聞いたんですけど、どうしても会うのが怖くて。ロット、わかる気がするよ。それってすごく怖いことだよね。でも今会わなかったらまたしばらくお母さんには会えなくなっちゃうんでしょ？はい、おそらく母はまた病院に入院することになると思います。すごく怖い思いをしたし、このままリリアナがお母さんに会いたくないって言うのなら、それも一つの選択だよ。でもそうじゃなかったら、せめて顔くらいは見た方がいいんじゃない？でも大丈夫、ロットもマイちゃんもリリアナと一緒にいてあげるから。だから少しでもお母さんと会いたいって思ったら勇気を出そうよ。はい、そんなことがあったけど、やっぱり本当は会いたいです。舞さんとロットさんが一緒だったら私も母と会う勇気が出せると思います。決まりね。じゃあ身支度を終えたらリリアナの部屋に行こうか。賛成。
ろしくお願いします。お母さん、いなかったね。せっかくリリアナが勇気を出したのにね。母は私に会うのが嫌で出て行ってしまったんでしょうか。いや、そうと決めつけるのは早いでしょう。逆にリリアナを探すために寮内を歩いてる可能性だって。そうだよ。もしくはミドラ先生やメイド長が寮内を案内してるかもしれないし。諦めるには早いわよ。寮の中を探してみよう。リリアナのお母さんを探しに。